はいこんにちは今日はタンパク質の反応ということで見ていきましょうまずはこちらをご覧ください様々なアミノ酸とありますね皆さん今までいろんなアミノ酸見てきましたね例えば高熱、ベンゼン環を含むアミノ酸覚えてますかベンゼンフェチって教えましたよねですからこちらフェニルアラニンチロシンこいつらはベンゼンが大好きなんですねそんなイメージでベンゼンフェチで覚えてねって言いました さあ、こいつらの特徴はやはりこれ。便善感持ってますよね。こんなのも習いました。こちら。イオを含むアミノ酸ですね。覚えてますか酢飯で覚えてねって言いましたね。せーの、ドン。メチオニシステイン。やりましたね。こいつらの特徴はまさにこれ。イオを含んでいるんでしたね。さあ、今、実はアミノ酸の勉強じゃなくて、タンパク質の勉強をしてるんです。タンパク質といえばポリペプチド。つまり、 このアミノ酸がそのポリペプチドの構成要因になっている可能性は十分あるわけですポリペプチドになってわけのわからないものになっても実はこいつらをヒントに構造を解析することができたりするんです今日はその構造の分析の仕方しっかりと見ていきましょうさあタンパク質の反応1ということでやっていきましょうこちらです まずはいろんなものがあるんだけど、起算とプロテイン反応から紹介していきます。こんなもの用意します。これはタンパク質水溶液なんですが、そのタンパク質の構成、アミノ酸のうち、ベンゼン環を含むアミノ酸があるとしましょう。さあ、これに対して今から濃小酸ん加えます。こちらそうするとベンゼン環含んでいるので、実はそのベンゼン環がちょっとニトロ化されまして、黄色みを帯びてくるんですね。ただ。 キサンとプロテイン反応はこれで終わりません。この後、こちら。アンモニア性加えます。すると、こうなります。見てください。全体的に、等色、オレンジ色っぽくなりましたね。そう、これはまさに。ベンゼン環を含むアミノ酸が。タンパク質の構成要因の中にいたわ。そうすると、なんと。等色を帯びるという反応なんですね。こちらのお名前がこれ。キサンとプロテイン反応と言います。タンパク質の構成アミノ酸に。 ベンゼン管を含むものがあるそうなったら糖色つまりオレンジ色っぽくなるという反応ですねしっかりと押さえておいてくださいでは続きましてこちら今度は硫黄の検出になります先ほどと同じタンパク質水溶液なんですがその構成要因であるアミノ酸のうちに S 硫黄を含むものがあったとしましょうさあこいつに対してこちらまずは水酸化ナトリウム水溶液を加えますさあその後にですね こんなものを加えるんですこちら酢酸鉛2の水溶液ですこの過程の中で酢酸で中和してその後酢酸鉛水溶液を加えますさあそうするとこんなことが起きますこちら見てください黒色沈殿が生成してますね実はこれ硫化鉛 PBS なんですねさあこちらこれが硫黄の検出の方法となりますタンパク質の構成アミノ酸に硫黄を含むものがあるそうなったら PBS が生成すするという反応ですねさあ今やってきたキサ酸とポロテイン反応そして硫黄の検出なんですが実はタンパク質ポリペプチドの中にベンゼン化を持つものがあればキサ酸とポロテイン反応は示すそしてポリペプチドの中にもし硫黄を含むアミノ酸があれば硫黄反応を示すということになりますよね。両方ともしっかりと頭の中に入れといてください。 さあ、タンパク質の反応2ということで見ていきましょう。こちらです。今度はビューレット反応というものを紹介します。まずはこちら。まともやタンパク質の水溶液なんですが、ここ見てください。タンパク質とはいうものの、トリペプチド以上のペプチドが入ったものとしておいてください。さあ、こいつに対してこの操作します。水酸化ナトリウム水溶液加えて塩基性にした後、 硫酸度2の水液を加えますするとこんな色を示すんですね赤紫色になりますそうこれはトリペプチド以上のペプチドに対して反応するというものなんですねさあこちらこれがビューレット反応と言いますトリペプチド以上なら赤紫覚えてください逆にこれもしジペプチドだった場合このような反応は起こさないということになりますねいいですかしっかり トリペプチド以上だったら、ビューレッド反応が起こって赤紫色になる。しっかりと覚えておいてください。さあ、練習やっていきましょう。こちらです。次の問いに答えよということですね。一番目は、抗生アミノ酸としてフェニルアラニンを含むタンパク質水溶液に濃硝酸を加えて加熱し、さらにアンムネスイなどを加えると最終的に 糖黄色になる。この反応を何というかと書いてありますね。ここ注目ですよね。抗生アミノ酸としてヘニルアラニを含んでいるタンパク質水溶液。これってベンゼン化ありますから。そして最後は糖黄色になったということで、キサントプロテイン反応でしたね。 よろしいでししょうかしっかりとお名前弁然感を持ったらキサントポルタイン反応ということで覚えておいてくださいでは2番目ですトリペプチド以上のペプチドの水溶液に水酸化ナトリウム水溶液を加えて塩基性にしたさらに少量の硫酸度2の水溶液こちら加えると赤紫色になったこの反応を何というかと書いてありますね注目すべきはここですよ。トリペペププチチドド以上のペプチド これはおおよそほとんどのタンパク質が反応しますビューレット反応ですねよろしいでしょうかタンパク質のいろいろなものの元素に対する検出反応としてこれらいっぱい出てきますしっかりと頭の中整理しておいてください さあ本日のまとめです今日はタンパク質の反応の中でも超重要なキサントプロテイン反応イオの検出ビューレット反応について学びましたキサントプロテイン反応は面前ゼン管イオの検出はもちろんイオそしてビューレット反応だったらトリペプチド以上ということでしたねしっかりと頭の中整理して絶対に覚えてくださいでは今日はお疲れ様でした